両膝を曲げて後ろに体重移動です。はい、バレママ TV です。妊婦さんでもできる体に優しいバレッスンをやっていきたいと思います。はい、私も今4人目を妊娠中でちょうど8ヶ月に入ったところなんですけれども、妊娠中も適度に運動はした方がいいっていうふうに言われてますし、私もバレエをするとストレス発散になったり、姿勢も正しくなって体の調子も良くなるので、皆さんもぜひ一緒にやってみてください。もちろん妊娠中じゃない方もできる内容ですので、一緒にレッスンしてください。はい、今日はレッスンの目標を3つ決めてちょっとやっていってみようかなと思います。簡単な目標なんですけど、決めることでちょっと意識も変わってくるかなと思って3つ紹介します。まず1つ目は姿勢をまっすぐにし続けることです。レッスンしてる時はもちろんですけども、今この瞬間から皆さん背中をピシッとしていただきたいなと思います。そして2つ目、クラシック音楽が流れますので、その音楽がって鼻から入ってくるような感じで呼吸も止めないようにするっていうのが2つ目の目標です。音楽がって鼻から入って全身をこう回るような感覚、こういうのを皆さんちょっと意識してみてほしいなと思います。これが2つ目です。そして3つ目、いつもよりちょっと笑顔で動いてみましょう。こういうふうに口角が上がると胸も広がって姿勢も良くなりますので、真剣になるとどうしても顔が固まっちゃったりするので、真剣になりすぎずこうニコニコっとしながら一緒に動いてみてほしいと思います。さあ、それでは早速レッスン始めていきましょう。スタート。はい、今日も私の足はこういう風に色分けしてありますので、動きの参考にしてください。さあ、それでは早速バーを捕まったレッスンをしていきたいと思います。皆さんもこういう風に椅子の背もたれとか壁なんかを持って一緒に動いてみてください。はい、それではまずプリエからやっていきたいと思います。順番を簡単に説明してから音楽を流したいと思います。はじめはこういう風に足をぴったりくっつけた6番ポジションっていうポジションでやりたいと思います。手をつけますね。音楽のイントロで開いたら手を遠くから下まで持ってきて、1回目の小さいプリエ、はい、2回します。そしたら手を胸の前、リバースの動きで、はい、これも2回プリエします、はい、そしたらアーンを、反対もアーンを、アロンジェポジションチェンジで1番ポジションになります。で、この1番ポジションですが、今日は無理して開くのはやめておこうと思います。私も90度よりちょっと開くかなぐらいのところで止めておきたいと思います。妊娠中の方とかあんまりこの辺をギューってやると良くないかなと思いますので、本当に体に負担のない範囲でちょっとだけつま先を広げて、かかとはしっかりつけて行いたいと思います、はい、今日の1番ポジションはこのくらいでセットします。そしたらまたさっきと同じように手を下、胸の前、開くから反対、はい、そしたらこの色がついてる辺だけちょっと動かして、前に倒して戻して、後ろに手を大きく開きます。できる人は少し反ってもいいかなと思います、はい、そしたらバランスで足を開いて2番です。で、さっきと同じようにプリエプリエを4回やりましょう。そしたらバーの方戻ったら、もう一度バーの方、両手離して、はい、そしたら両手バーに次なって、アキレス腱を片方ずつゆっくり伸ばしていきたいと思います、はい、そしたら反対の足もしっかり伸ばします。また足を入れ替えて、次はお尻を少し引いて、こういう風に背中もお尻の後ろも一緒に伸ばしていきます、はい、そしたら反対側の足も同じように伸ばしていってください、はい、そこから両手バーにつかまったまま少し足の先を開く、さっきの1番ポジションになって、プリエからかかとを上げて、膝を伸ばして、
できる人はレレベの状態でバランスを取ります。これがちょっと難しくて足の裏つりそうだなって方は降りても構いません、はい、でバランスできる人は両手離しましょう。難しい人は片手バランスでもいいです。はい、でおしまいです。それでは音楽と一緒にやってみましょう。はい、6番ポジションで準備してにチャレンジしてみたいと思います、はい、これも今回は5番っていうポジションを使いたいんですけどピッチリやんなくて大丈夫です。少しこういう風に緩めの5番ポジションです。いつもはあの
このくらいでやりますが、無理しないようにこのぐらいの5番ポジションでも全然大丈夫です。はい、それではまず準備ですが、バーを持ってバーの方の足が前になるように5番ポジションを軽く取っていってください。はい、そしたらまずは前に足を伸ばして出します。そしたら両足を曲げながら振り踏んで前足に体重を移動して後ろ足が伸びます。これをタンリエと言います。はい、もう一度やってみますね。足を前に出して手も前に出します。フリーエ、後ろ足が伸びた、前の手も伸びます。そしたらできる方は後ろ足を少し上げてみます。無理そうな方はこのポジションのままポーズをとっていきます。はい、そしたらゆっくり後ろ足を戻します。次はリバースです。後ろに行きます。後ろに足を伸ばして両膝を曲げて後ろに体重移動です。腕はここから頭の上にチェンジしました。はい、そしたら前のつま先を伸ばしてここでステイでもいいですし、できそうな方は少しだけ足を浮かせてみます。で、置いてクロスです。はい、これをこういう風に何回かやってみたいと思います。はい、それでは初めに掲げた3つの目標も一緒に考えながらやってみてください。それでは音楽流します。はい、それでは行きます。軽い5番を作ってください。前に踏み込んで少し上げて、5番踏み込んで、5番っていうポジションを取っただけでもなんかこう背が高くなってピシッとしたんじゃないかなと思います。はい、それでは次に行ってみます。はい、それでは次は足踏みをしたり上半身を動かしたりしていきたいと思います。6番ポジションに初めは立ちます。手は腰にしておきましょう。そして右左とこういう風に上に行く時に足を入れ替えるような感じで足踏みしていきます。つま先立ちになりましょう。はい、この時にこう猫背になったり膝がずっと曲がったままにならないように一回一回上に伸びるといいかなと思います。はい、でこの足踏みをしながら後半は手をつけてできる方はやってみましょう。そしたら次は足をちょっと開いて一番ポジションになって足をまた入れ替える動きをやっていきます。できる方は手をつけて一緒に動いてみてください。それでは音楽流します。入れ替えて、手をつけます。
上になります。お疲れ様でした。はい、今日は無理をしないように妊婦さんでもできるバーレッスン優しいものを3つ紹介してみました。皆さんいかがでしたでしょうか。初めに掲げた目標、皆さん達成できたでしょうか。軽く動きたいなとか気分上げたいなっていう時にまたこの動画使っていただけると嬉しいなと思います。はい、それではこの動画が少しでも参考になったな、面白かったなっていう方はグッドボタンとチャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。